ップに、いろいろなエアバイスポーツ楽しんでいただいております。最終挑戦会の受付はこの後、10時半まで行っております。スーパーキックボード、エンジン付きゴーボード、今ぜひ楽しんでいただいております。さらに、カヌー、サップ、それぞれ受付が必要となります。そして今回はですね、特に海辺での安全ということで、ライフジャケットの着用などを皆様方に、お知らせさせていただいております。これからいよいよ夏のシーズン、水辺に行くことも多くなります。また釣りなどを楽しまれている方も多いと思いますが、釣り船に乗るときはですね、ライフジャケットを着ればいいわけではなく、必ずライフジャケットを着用する必要がございます。